こんにちは、長野県警一日通信司令課長の森下真央です。110番に誤って通報してしまう誤説についてお話しします。皆さんスマホをお持ちだと思うんですけれども、機種 OS は何ですか？実はスマホの中には持ち主が気づかないうちに110番通報してしまうものがあります。一度自分のスマホの設定を確認してみてください。もう一つ私からのお願いがあります。今お話ししたいつの間にか110番に気づいたとき、119や104などと間違えて110番したとき、警察から折り返しの電話があったときなど、間違い電話の110番通報をしたときはすぐ切ったり無視したりせずに、ちゃんと間違い電話ですと説明してください。何も説明しないと緊急事態かもと心配してしまいます。以上、一日通信司令課長の森下真央でした。